本日、第1部、第2部分かれてご説明します。前半部門は、私、小当がシミュラーウェブのデータを使って、競合サイトの分析のポイントと、デジマスタグの導き方ということで、お話をさせていただきます。まず、本日のプレゼンター、私、シミュラーウェブジャパンのシニアセールスマネージャー、小当なな子と申します。よろしくお願いいたします。えー、と本日のアジェンダ、前半部門のアジェンダなんですが、まず、シミュラーウェブとは、 そこからですね、競合の特定に関して、市場を知るところから入っていきます。そして、詳細調査、施策への落とし込みまでをご説明した後に、わかる様にのパートとなりますので、よろしくお願いします、はい。本日ご参加いただいた方の中で、シミュラーウェブについてご存知ない方もいらっしゃると思うので、まず最初に簡単に説明をさせていただきます。 シミラーウェブというのはデジタルの調査ツールになります。で私たちが保有しているデータというのは世界中にありまして、あのデータ提供しているデータとしては190カ国以上、そして1億ウェブサイト、キーワードも50億、そしてアプリケーションも対応しています。このように幅広いデータというのを360度ビューで提示させていただいています。 でこのデータが、えーとですね、どのように活用できるかというと、まず最初に市場の分析から、えー、マーケティングの分析ですね、実際の施策に落とし込む前の、えー、チャンネル分析などができます。先ほど前半でお見せしました、こちらのデータを皆様が見たいポイントで、えー、データを提供している、これがシミュラーウェブになります。 じゃあ今回なんですが B2B の市場分析ということでまず競合サイトを見つけていくそこからシミュラー Web のデータを使って探っていきたいと思います、はい、で先ほどお見せしたようにシミュラー Web は戦略プロセスの最初の市場分析から最後のマーケティング施策への落とし込みの手前まで実施することができるんですがまず前半部門の市場の分析ですねそこから入っていきたいと思います 皆さ様、市場分析をする際に、実際にもうすでにベンチマークが特定されていて、そのベンチマークが変わらないという場合は、まあ、ここスキップされるかもしれないんですが、これから事業を始める場合であったり、ベンチマークが常に変わる、成長企業が著しく変化する、まあ、こういった市場の場合は、常にですね、ベンチマークがどこになるかっていうのを見ていく必要があります。なので、その見つけ方を、今日は B2B の切り口で見ていきたいと思います。 まずこちらなんですけれども、えー、と私たちの、えー、とツールでできるものの中の一つで、特定のページを調査することができます。で今回 B2B B2B 向けとということで B B の サイトを比,比較サイトですね。IT トレンド、まあ、有名なサイトがありますが、そのサイトの中で、えー、とこう特集ページがあります。その特集ページをピックアップして、この中で IT トレンドの中で今人気の業種体、人気のソフトウェアの業態はどこかというのをまず探っていきます、はいで。今回その IT トレンドの中でも会計ソフト、経理ソフト、人事ソフト、人事評価ソフト、この3つをピックアップしてみました。 このように特定のベンチマークから探るということもできるんですが、えー、こう幅広いサイトからどういう、えー、とトレンドが今、マーケットの中で起きているか、これをですねサイトの中を調査することで見ることができます。ちょっと実際にポイントを使ってお見せしますね。はいえー、とこちらが、えー、と IT トレンドの中にあります特集ページです。こここののの URL というのを特定してそこからですねサイトの こののページのトラフィックを見ていきますこれで見ると、一番トラフィックが多いものは、このネイビーの会計ランキング、会計のページでした、会計ソフトのページ、ただ、これ見ていただきたいんですが、チェンジ、これはです、ね、直近のトレンドを示しているんですが、直近こうトレンドとなっているのが、この人事ランキングのページでした。 なのでここで見ると安定しているのは会計だったり経理ソフトなんですがこのようにちょっと急上昇している人事ソフトここにちょっと注目をしていきたいと思います。はい、とはいえです、ね、人事評価ソフトといっても、えー、もちろんあのいわゆる有名な企業もありますが今現在どんなサイトが上位リーダーなのかこれをデジタルトレンドから見ていきます。 これですね、キーワードジェネレーターというのを使って人事評価というキーワードを入れていただくと、自動で生成して人事評価に関連するキーワードを生成します。これをまとめまして、この人事評価関連のキーワードを検索したユーザーがどのサイトに訪れているか、これを見ることで、このカテゴリーのキーワードの 人気トレンドを見ることもできますし、どのサイトがリーダーなのかっていうのを特定することができます。ここで見ますと、えー、と上位サイト、年間トラフィックで多いサイトはどこかっていうの、これ、色で出てるんですが、えー、ここですね、まあ、IT トレンドはやっぱり、えー、と比較サイトということでトラフィックが多いんですが、それを除いた場合、顔ナビであったり、ハーモス。 あとは、日のチーム、この辺りが上位に来ていますよね。あとは HR ブレインやスマート HR、この辺りが上位になっているので、ここをちょっとピックアップして見ていくというふうに、このキーワードから上位になるサイトというのを特定することができます。また、マーケットのニーズも把握できるので、このキーワードツールを見ることで、新しいベンチマークをピックアップすることができます。なので、皆様の方で競合視しているサイトがもうすでにあった場合、それ以外にもキーワードかが から見た時に競合するべきところはどこなのかそれをですね。検索のトレンドだけではなく、実際にユーザーがどのサイトに訪れているかという事実のデータをもとに選んでいくことができます。はい。じゃ、ここでえーとですね。じゃ、上位のこのサイトたちをピックアップして、じゃ、これ以外にもさらにベンチマークするとこはないか。これをまたさらに深掘りしていきます。 えと続いてのありやり方なんですが先ほど前半の一つ前のページで HR ブレインをピックアップするという話をしたいたしました。でこの HR ブレインのドメインを入れますとそのサイトに類似するサイトこれを提示あの調査することができます。でここののの類似するサイイトととといいううは何かというとこのドメインに対して 似てているサイトですねシミラーウェブって日本語で言うと類似っていうんですが、そのままです。類似するサイトを出していきます。で、この類似の基準が、ユーザーがこのサイトに訪れてくるときの検索キーワードであったり、オーディエンスのコードが似ている、もしくはサイトの構成が似ている、もしくはこのバックリンクが似ているなど、さまざまな要点で類似するサイトっていうのを特定していきます。これで見ると、ちょっと前半で見たときに、HR ブレイン。 がまあ一応上位にはこう入ってきてきますすトップ10ですねそれ以外にも、ここに出てこなかったサイトというのはいくつか出てきたのが分かるかと思います。なので、キーワードから見つける、さらにデジタルなその類似するというシグナルを元に見つける、これで今回、人事評価システムだけのカテゴリーというのを作ってみました。こですねこ,こ,を作るこ,とこれを作ることによって市場全体の動きが分かってきます。 でそして、ここで私の方でえっ、ー、で人事評価システムを、えー、と提供しているシステムサイトをピックアップしました。なので、先ほどの IT トレンドとか上位に入っていた、えー、とボクシルとかを抜いていますで。ここでまとめて11サイト、この11ウェブサイトをピックアップし、では、ですねそこから、じゃこのサイトの中で、この人事評価システムというキーワードでは上位が、えー、と顔ナビであったんですが、本当に このサイトが1位なのか、また成長率で見たときはどうなのかというのをここから探っていきたいと思います、はい。この市場全体感を見ることによって、急成長しているサイトがどこかというのを特定することができるんですね。じゃあ、続いてのページに行きたいと思います、はい。先ほど私がまとめた11個のウェブサイトですね。このウェブサイトを、えー、とカテゴリーとしますで。そのカテゴリーとしたときに、 えこちら上のグラフが直近の1ヶ月の上位ウェブサイトですこの上位の基準は何かというと今私の方で2つの指標を選んでいます、えー、と横軸がユニークユーザー数縦軸が滞在時間これを 訪問数、もしくは直帰率など、まあ、複数の要素で選ぶことができるんですが一旦私の方でユニークユーザー数と滞在時間これで、えー、と証言分析のグラフを作っております。こちらで,す、ねでえー、ここで見たときにじゃあユーザー数でトップなのはどこかって見ると顔ナビ、ハーモス、スマートエンジャーこの3つが上位でした。 でここが業界兵器になるので、業界よりも上のこの右上のグラフ、このここにいる部分がマーケットのリーダーたちです。で、ここは業界の兵器よりも下回っている、えー、サイト群ですね。まあ、とはいえ、やっぱりこの3つがちょっとあまりにも強すぎるので、ちょっとここに固まっている形になるんですが、この業界兵器の中でもやっぱり注目するサイトってあると思うんですね。でそれをこの下の下で急成長する 急性症中の注目プレイヤーということで、この中でもさらに注目するところ、このリーダー以外に注目するべきところはどこかというのはこちらの、えー、とサイトになります。これ、2022年の5月、直近のデータになりますので、2021年の5月と比較したときに大幅に変化している、トラフィックが増えている、そしてユ,ユニークホーム数も多いサイトです。これで見ると、実は ユーザー数で見ると、顔ナビが1位、ハーモスが2位、スマートエイシャー3位なんですが、変化で見ると違います。変化率で見ると、HR ブレインが1位でした。削態比で見ると12、123%ということで、大幅に増加していることがわかります。なので、 今、この HR ブレインというのはここにいます。業界平均はこの交わるところなので、ちょっと下にいるんですが、この増加率を見ると、もしかしたらこれがどんどんこっちに動いていくかもしれませんよね。で続いて2番目がユニポスということで、ユニポスの作対比で87%の増加、ここにいます。ここのポジションなんですが、この増加傾向を見ると、これもどん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 こちらの平均に近づいていく可能性が高いというのが、ここで見えてきます。 なんで、ここでえと見るべきポイントは、この先ほど作ったカテゴリー、ベンチマークとするカテゴリーですね。この中でも、どこに注目するべきか、リーダーを見るべきなのか、それとも成長中,成長中のプレイヤーを見るべきなのか、これをあの選定していきます。例えば、もうすでにえと皆様、 皆様がすでにこの人事評価の分野でマーケットのリーダーであった場合はもちろんリーダーと比較する必要があると思います。ただし成長中のプレイヤーもどん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 追い上げてくる可能性は高いのでこういった成長中のプレイヤーも着目するべきではないでしょうか。あとは新しくこの分野に投資するという場合はこの中でもリーダーの行っている施策は何か。あとは本当に成長してきているプレイヤーたちが 直近何を行ってここまで成長しているのかこれも注目するべきだと思います。なので、もちろん上位プレイヤーも見る必要があります。ただ、上位プレイヤーがいつまで上位かも分かりません。で圧倒的な上位というのはそれ以上増加しない可能性もあります。その場合は、やはり作対比で見たときに急成長中のサイト直近で急成長しているサイトというところに注目すべきだと考えます。なので、 今回、より詳細調査、これから詳細調査に移っていくんですが、今回、この急成長のプレイヤーだけに注目して調査をしていきたいと思います。はい、ここまではまとめますと、まず最初にマーケットを知るための手順を話しさせていただきました。サイトの中で人気のトレンドを把握して、どの業界がトレンドなのか。 その中でもそのトレンドを特定して、さらにそこからキーワードで広げていく、さらにキーワードの上位プレイヤーから類似するサイトというのを特定する、そしてそこからマーケット、自分たちが見たいマーケットだけを作っていくということをすることによって、そのマーケットの中での上位プレイヤー、リーダー、もしくは注目プレイヤーというのを特定することができます。 このように皆様がいらっしゃる業界であったりとかこれから調査した業界というのをカスタマイズしていくことによって自分たちだけが見たい業界というのを作ることができます。はい、で今回改めて申し上げますと今回注目するべきはこの急成長のプレイヤーということで今回ちょっと急成長のプレイヤーを深掘りしていきたいと思います。 じゃあですね、ここから詳細の調査をしていきますここまでは少し全体を俯瞰するような調査でした。キーワードのトレンドを見る、またサイトのトレンドだったりとかリーダーを見るということで全体を見ていきましたが、続いては特定のサイトに絞り込んで詳細の分析をしていきます。はい、このようにまずはマーケットですトでレンドを知る そこからマーケットのリーダーを知る。そのリーダーをピックアップして、具体的に各サイトのアプローチ方法を,してを調査していく。これをこの後ご説明していきます。この後半部分ですね。はい、こちらをご説明いたします。じゃあ、まずですね、先ほど私が上位でこう成長していた4つのサイト、えー、とハーモサー1回外しています。はい、ハーモサー外して、他の4サイトで比較しています。 でここの比較しているグラフは何かと言いますと、上がユニークユーザー数ですね、ユニークユーザー数。で、このユニークユーザー数のトレンドを見ていただきたいのですが、えー、h r v はネイビー、このグラフです。もう右肩上がりで成長してますよね、作対比で成長しているということがあったんですが、この成長が加速してきたのって、今年になってから一気にです。 でこれがでユーザー数といっても新しいユーザーが増えているかどうかこれもです、ね、マーケティングの主張の一つにあるかと思います。まあ、皆様の授業において、えー、と新規のユーザー数が課題なのかそれともリピートユーザーが課題なのか、まあ、それぞれあると思うんですが単純にユーザー数の推移だけだと見えてきません。 これをです、ね、新しいユーザー数で見る、既存ユーザー数で見る、皆様の事業の目的に合わせて見ていただければと思います。はい、今回、新規のユーザー数というのをピックアップしてきたんですが、新規のユーザー数の推移で見ても、えー、とこの HRV ですね、同じように右肩上がりです。特にここ注目していただきたいのが、3月ですね、3月、4月、5月で増えています。 見ていただくと,で、えー、と2番手のユニポスですね、ユーザー数だとほぼ横ばい、ちょっと4月へこんでますが、えー、新規ユーザー数、ユニポスの場合は2月にとです、ねまあ、ピークを迎え、ピークというかまあ横ばい、ほぼ横ばいのところ、3月減少して、またちょっと5月に増えているというのが分かります。これで見ると、やはり HR ブレインのこの新規が増えたタイミング。 このタイミングでどういう施策を行ったかっていうのが気になってくるところです。なので、ここからですね、えっ、ー、と、HR ブレイ、まあ、各サイトです同士を比較したときに何に注力していたのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、続いてのこちらのデータですね。こちらはマーケティングチャンネルの分析になります。 各サイトがどのチャンネルからトラフィックを獲得しているか、これを見ることによって、各サイトがどのチャンネルに注力をしているのか、これを簡単に把握することができます。で、こちらの上のグラフはどういうものを見せているかというと、えー、と各サイトの えとトラフィック元を100%とします。でその100%の中で、直接の訪問であったり、外部リファーラル、オーガニック検索、それぞれ何のシェアなのか、これを見ると比率が明確に分かるので、どこに注力しているのは明確に分かります。はい、でそしてですね、ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、えー、とこのグレーアウトしている部分分分かりますかね、ここです。このグレーアウトしているものは、人事評価システム。 先ほど前半で私が11個ウェブサイトをピックアップしてカテゴリーを作りました。そのカテゴリーと比較しています。なので、先ほどの顔ナビとかハーモンスとか、私は今回ここでピックアップしていないサイトも含めた全体の平均、それがここのグレーアウトしているものです。このグレーアウトしているものと比較して突出しているところというのがここで一発で分かるんですが、この業界平均と比べると、 HR ブレイン、オーガニック検索の比率が高いですよね、そしてちょっとあの比率が全体的に低いので分かりづらいんですが、この有料検索の比率も見ていただくと、人事評価システム全体の平均が、有料検索広告の投資が全体の中で1%のものに対して、HR ブレインは2%なので、結構全体的にオーガニックとか有料検索、ここからのトラフィックが多いというのが分かるんですね。 で彼らの課題としてはこのダイレクト直接の訪問がちょっとえっ、ー、と業者平均より低いので今おそらく外部からのトラフィックを一生懸命集めてえー、直接の訪問を増やすっていうようなステージかなと思いますはいでこの下が直近の3ヶ月での削減比での比較です上がこれは総数での比較なんですが下は ここごめんなさい小さくて分かりづらいんですが、2021年の3月から5月、この3ヶ月と2022年、今年の3月から5月、この3ヶ月同士を比較して、投資が増えている、トラフィックが増えているものを分かりやすく出しています。トラフィックが増えているものは、この0%パーよりも上に伸びているものですね。で0%パーよりも下に,伸びてあの下に下がっているものは、作対比で減少しているものです。 これで見ると、エイジアーブラインはメールからのトラフィックが増えてます。あとはオーガニック検索増えてますね。有料検索はむしろ減っているようです。なので、まあ、これより深掘りをしていくと、もっと長期で比較をした方がいいんですが、長期で見たときに、もしかしたら有料検索どん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 減少傾向かもしれません。でも、ここで直近で見たときに、オーガニック検索の比率があの、投資が増えているということでもしかしたら、 まあ有料検索からの、えー、といわゆる効果が少し落ちてきている。なので、オーガニックに切り替えたのかなそういった推測ができます。これ、私、3回、3回数で比較してますが、これを12ヶ月同士で比較したりとか、えー、と2年で比較したりとか、まあ、ちょっと長い期間で比較をしてみると、より明確に見えてきます。なので、人業の立ち上がりはもしかしたら広告に投資をしていた。なぜなら、有料検索、ディスプレイ広告ともに。 えーと UH、ブレイン投資が実は作対比で下がっているんですね、その代わりオーガニック、ソーシャル、これが増えているので、事業の立ち上がりのタイミングと、その後のフェーズでもしかしたらその注力するチャンネルを変えているのかもしれない、そういうものがここで見えてきます、はいまあ、いずれにせよ、この比率で見てもオーガニックが多い。 そして削対比で見ても、オーガニックの投資が増えているということで、じゃあ、オーガニックでどんなコンテンツが人気なのかっていうのを続いて見ていきたいと思います。はい、上が4サイトで比較したときに、どういった検索キーワードで流入が起きているかっていうのを見ています。ここで見ると、えー、比較的ですね、競合し合っているワードっていうのが、ここですね、OKR、OK、だったり101っていうのがわかります。これで見ると、 このネイビー、HR ブレインが示したのシェアが高いのはすごくわかります。やっぱりオーガニックの比率が高いだけあって、いろいろなキーワードでのトラフィックが発生している。さらにその中で HR ブレインが直近半年で、どのページがオーガニックとして人気コンテンツだったのか、これもわかります。これで見ると、DX 化というワード上のトレンドが増えている。OKR、OK、は実は増えてたけど、ちょっと減少中ですね。 そのの代わりワワンンいうのが復活傾向このワワンっというのが結構トレンドになっているそしてここにミッシーとありますがここも急増中ということでこれを見ていただくとどういったワードが人気トレンドなのかそれが定常的に人気のワードなのかもしくは直近 トレンドのものなのかっていうのがわかるのでまあ、競合他社の分析をするときに直近のトレンドは何かもしくは安定しているものは何かこれを見定めていただいて新しいコンテンツを追加するときの参考にしていただければなと思います、はい、まあ、私がマーケティング担当者だったらちょっと OKR、OK、は減少中なので上位ではあるんですがここはちょっと注力はせずまあ、増加傾向のワンオンだったりとかを ちょっとと注力していいくかなと思います、はい、このように今だけを見るのではなく時系列で見ていただいて今投資するべきキーワードだったりコンテンツというのは判断していただけるようなデータになります、はい、では続いて、まあ、今まではトラフィックでした全体のトラフィックだったのでじゃあそもそもアクションにつながるページもちゃんとトラフィックが増えているかどうかこれは重要な指標になると思います HR ブレインさんのサイトの中でこのように資料請求のページとホワイトペーパーというページがありましたこの2つのページの URL を指定してそれぞれのページのトレンドを見てみましたここで見ると,、えー、とお役立ち資料これはです、ねえー、と実はその新規ユーザーが増えたタイミングではそこまで増えていません。 一方で、資料請求、ちょっとお役立ち資料のページに比べると、これネイビーがお役立ち資料のページの推移です。比べると、ちょっとオレンジの資料請求は少しあのトラフィック自体が少ないんですが、見ていただくと、結構安定したトラフィックですよね。徐々に3月、4月、5月で上がってきているのが分かると思います。なので、まあ、ここから見るに見ていくと、 まあ直近の3ヶ月では削、削退比で見ると、オーガニック検索からのトラフィックが増えている、そして新規ユーザーも増えていましたで。実際にアクションしているページを見ると、これも右肩上がりというのが分かったので、えここで見ていただくと、えー、まあ比較的こうアクションにつながるページも増えているので、おそらく新しいユーザーの獲得もスムーズにいっているのではないかというようなえ推測ができます。こののように全体のトレンドから えーと市場を把握する、そしてそこの中でさらに詳細を調査するサイトを特定する、そしてそのサイトが何に投資をしているか、そしてその投資が果たして正しいのかどうかというのを実際のアクションにつながるページと結びつけることによって、彼らの施策というのを客観的なデータで評価することができます。はい このように、ステップを踏むことによって、そのサイトがどういった特徴を持っているのか、そしてどういった施策をしているのかというところまでが、シミュラーウェブだと把握することができます。はい。なので、まあ、なんとなく最近 CM やってるからトレンドなんじゃないかなとか、ユーザー数が多いから、まあ、これも業界1位なんじゃないかなというのが思うと思うんですが、そうではなくて時系列で比較をしていくことで、推測ではなく知ることっていうのは可能になります。 で特にです、ね、このように目まぐるしく変わる業界、特に SARS 系は非常に人気の業界ですので、プレイヤーが変わります。なので、こういった時に、えー、刻一刻と変わるデータというのを、まあ、シミュラーウェブの客観的なデータで見ていただく必要があるかなと思っています。さらに、まあ、コロナ禍ですののそれに対して、まあ、企業の いわわわゆる施策もも変変っったりユーザーザの動きも変わってきてますこれをです、ね、キーワードのトレンドとかサイトのトラフィックを見ることによって、まあ、不確実性の高い現状に対して客観的なデータで、まあ、確実に判断できるデータというのを提供しております。 なので、お勧めしているのは、ファーストパーティーデータ、自社データと、まあ、こういったマーケットのデータを、まあ、こうほぼリアルタイム、まあ、100%リオじではないんですが、まあ、最大でも48時間の遅れでデータを見ることができますので、このデータを合わせることで、えー、とマーケットの状況を把握して、ビジネスの判断をしていただければなと思います。 なので、まあ、ぜひですね。まあ、今回、そのデジタルインテリジェンス羅針盤をと記載してますが、まあ、方向をどういうふうに決めていくか、どこを見ていくかっていうところの羅針盤にしていただければなと思います。前半の、第一部として、シミュラーウェブの小あたりが説明させていただきました。